ハードマジックをご覧いただきましょう。今日は赤と青、2つのトランプを持ってきました。青いトランプは後ほど使いますから、こちらに置いておきましょう。赤いトランプご覧ください。もちろんこれは全て表が揃っています。バラバラな一組のトランプです。表は普通なんですけども、裏がちょっと変わってまして、なんと数字が書いてあります。しかも、すべてのカードに違う数字が書いてあります。これからお客様には、このトランプの表側、マークと数字、そしてこの裏の数字、両方とも選んでいただきたいと思います。ではよろしいでしょうか。私がこのように持ってますから、お好きなところから持ち上げて、持ち上げたところのカード、まあ最初表ですよね、マークと数字を覚えてください。覚えましたか？では戻していただいて、今度はひっくり返しますから、持ち上げたところの数字を覚えてください。覚えましたか？はい。で、全く自由にカードの表側、そして裏の数字をお客様は選びました。青いトランプはずっとありましたよね。では持ち上げてください。ケースからカードを出してみましょう。はい。実はお客様の選ぶカードをあらかじめもう予言してありました。そのままの状態でゆっくりカードを広げていただけますか。すると1枚だけ変わった状態でカードが出てくるはずです。出てきましたね。そしてそのカードがお客様の選んだカードです。ちなみに裏のこの数字を選びましたね。選んだ数字何でした？ 18。カード揃えてます。実は18枚目に選んだカードがあることを予言してたんです。1枚ずつ数えておいてください。18枚、完璧に予言しておりました。さらに、もっと完璧に予言しております。こちら、裏には何も書いておりませんが、その唯一お客様が選んだか、裏を見てください。なんとしっかりと18と予言していました。